こんばんは、 MSTV ニュースの時間です。ポルシェジャパン株式会社は新型 911GT3RS の予約受注を全国のポルシェ正規販売店にて8月18日木曜日より開始します。この公道走行可能な525馬力の高性能スポーツカーはモータースポーツのテクノロジーとコンセプトを最大限に活用し、純粋な競技専用車両である911GT3R と直接的に結びついています。新しい 911GT3RS が発生するダウンフォースは仙台の 911.2 世代の2倍、現行の 911GT3 の3倍に達し、時速 285km 時のダウンフォースは計 860kg に及びます。今回ポルシェの市販車に初めてドラッグリダクションシステム DRS が装備されました。 DRS はサーキットのストレートセクションで空気抵抗を抑えて高速を得るために、特定の作動範囲内においてスイッチを押すだけでウィングをフラットにすることができ、フロントとリアのウィングエレメントが最大に設定され、空力による減速効果を生み出してホイールブレーキを大幅にサポートします。この GT スポーツカーの最も顕著な特徴は、スワンネックで指示された全ての寸法が大幅に拡大されたリアウィングです。ポルシェの市販車で初めてリアウィングの上端が車両ルーフよりも高く設定されています。高回転の4リッター自然吸気エンジンは 911GT3 と比較してさらに最適化されており、525馬力への出力増加は主に変更されたカムプロファイルを備えた新しいカムシャフトによって得られます。 911GT3RS は静止状態から時速 100km まで 3.2 秒で加速し、7速で時速 296km の最高速度に達します。 911GT3RS の重量は広範な CFRP の使用などのさまざまな軽量設計の採用によって、多数の大型コンポーネントにもかかわらずわずか 1450kg の車両重量に抑えられています。新型ポルシェ 911GT3RS の価格は3134万円となります。以上、MSTV ニュースでした。はい。はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。はい、よく読めたねこれ。いや素晴らしい素晴らしい。ありがとうございます。結局何を伝えたかったんですか？ポルシェの新型車が発売された。うん、はい、もうね、はい、ポルシェの新型車といってもですね、はい、911タイプの中には今ね、はい、992っていうとこまで行って、はい、分かんないと思うんだけどそこにね GT3 があって GT3R があって、はい、GT3RS があって GT3RSR とかまであるんだけど、はい、今回出たのは、はい、992の GT3RS だよね、はい。ではもうねこれが一体何であるか分かんないんだけど、はい、私はですねもう姿を見たいなっていうところで、はい、今日はね、うん、皆さんにちょっとね、姿を見せていきたいな、はい。今回の特徴はですねリアウィングって言ってたよね、はい、リアウィングの高さがルーフよりも高い位置まで来たっていうね、はい、そしてここのフロントの、はい、まあダクトだよね、うん、エアを入れてここから抜くみたいな形で、うん、普通ここにねラゲッジスペースがあるのが、うん、まあ、ポルシェの、ね、特性であったりするんですけど、全くそういうのを、はい、なくして全てはエアロ、こことかちょっといろいろ見ちゃう、いろいろ見たいです。こういう空気の流れをね、こう生かすっていう、ここから入れてこうだろう、あの空気が抜けてくんです、うん、
ステアリングスイッチね、はい、さっき DRS っていう、はい、ダウンフォースをねコントロールするスイッチ今どこかなと思ったら、はい、どこだろう、何ドライブモードでしょ、これトラクションでしょ、これちょっと PTV が分かんないんだけど、うん、これはサスペンションモードだから、あ、DRS ってここにあった、あ、DRS がここにあった、あります、ね、電話電話のスイッチ、これデュアレース4だよなっていうね、そんなところをちょっとね、はい、見ていきたい、もう少し形をね、うん、ちょっと詳しく見ていきたいなと思ってるんだけど、フロント、うん、なんかねどうですか、いかつすぎませんか、いかつい車好きですか、いかつい車好きです、あ、そうですか、ありがとうございます、いかついでもあんまり見たことない感じですね、うん、ここのダクトとかもどうなっちゃってんだろうなって感じだよね、はい、あのねポルシェ、あら、これだよ、これすごいですね、これあのポルシェでもカスタムチューニング、はい、そしてレースを出ている人たちはね、はい、このウィングの高さをやっぱり高くすればするほど、レギュレーションによってなんだけど、高くすればダウンフォース生むっていうのは分かってるので、はい、かなり上げていくんですけど、ナンバー付きの市販車でのっけからここまで高い俺これ日本の国内走ったら、はい、捕まっちゃうっていうかね、その幅とか全部そういうのがね、はい、クリアしてるけど、いや普通にいたら止められるだろうなって思うぐらい高い位置にありますよこれ、うん、これを市販車として出すっていうんだからね、でもまあでもやっぱり相当大きなウィングだよな、ですね、大きいですね、うん、でね、うん、フロント周りも、はい、もうカスタムのエアロパーツがついてるぐらい、ちょっとここすごいよ、ダクトあって抜く、ここの中 の, あの圧力を抜くダクトがあってここも一体どうなっちゃってんだろう、どうなってるんですかね、うん、すごいよね、 GT3RS でしょ、はい、当然私もね、うん、あの GT3996GT3 でレースはしたことがある、実際に富士のスピードウェイのレースしたことあるけど、はい、本当に楽しい、楽しい、もうね、気持ちいいとしか言いようがない、早いしね、あの富士スピードウェイで GT3 とかで行くと、うん、あのそんなに無理しなくてもみんな抜けちゃう、はい、でももう音といい、ハンドリングといい、あのもうね幸せな時間、レースをしながらにして幸せな時間、だってみんな後ろ下がってちゃうそれだけ気持ちいいですね、元のね車がやっぱり高性能だっていうところだけど、はい、もうあれからだいぶ進化して、ただね、どんな GT3 も例えば数字言っても分かんないけど、はい、997っていう時代の GT3 とかは、はい、どんなにレーシングバージョンになっても、うん、ある意味エレガントさがあった、うん、エレガントさがね、もうエレガントさのかけらもないというか、レース専用みたいな、レース確かにレース専用なんだけどやりすぎじゃねえかっていうこの流れ、ほんといかついですね、このウィング、すごいですね、このウィング存在感ありますね、若干なんて言うんだろうな、やりすぎだろうってちょっと思われるところあるかもしれないけどね、内装、はい、はい、内装が内装ね、まあ本当に GT3 らしきね、バックスキンのねステアリングにもうスイッチこんなにいっぱいつきました、うん、でドアノブこれですよ、ドアノブこれ、これがドアノブなんですね、もうポルシェの昔からのレース仕様としてはこれ紐引っ張る、ドアノブにしない、まあレース仕様ですからね、でも他のところはものすごいしっかり革張りとかで、なんて言うんだろうな、しっかり感があるんだけど、ドアノブだけはもうこれにするっていうのがね、かっこいい、かっこいいじゃないですか、でここにセンター中央にクロノグラフ、時計がちゃんとあるというね、はい、うん、ここのねところもこれもねバックスキンだろうなっていうのをねちょっと見ながら、これが DRS って書いてあるので、これで多分あのウィングのね上げ下げができるはず、あ上げ下げができるはずっていうところでしてね、でシート、はい、シートも激しいね、ちゃんと普通に3点ベルトシートはあるんだね、ありますね、普通だったらここに、うん、まあ4点ハーネス、5点ハーネスはつかないか、4点ハーネスをつけてロールバーががっちりですよ、こんな形なのロールバーがっちりですごい、ね、レース仕様といえばレース仕様レース仕様だけど、このね
スイッチをピチッと押すと、はい、ね、押すとこのウィングがバーンみたいな、エアブレーキにもなるとか、ね、そんなことが書いてあるんだけど、リモコンでこのウィングが稼働するのも市販車としてはポルシェ初になったみたいだけど、その前にルーフの高さより高いのもポルシェ初ですって歌ってるポルシェもすごいなと思うけど、ね、すごいですね。本当にこれ日本でこの状態で走れるのかな、はい、うん、ねえ、うん、目立ちますね。ちょっと目立ちすぎだなって思うけどね。ただここのところどのメーカーも、はい、レースに使う GT3R っていうのが GT3 の、まあ、レース車両っていう形になるけど、まあ、GT3 自体ももともとレース車両なんだけど、はい、本当にレースにしか使わない R があって、そのレンスポルト、レーススポーツになるのかな、が、まあ、今回出ました992のタイプだと思うんですけどね、そんなところをですねちょっと見てみますけど、私はこの車両をね、まじまじとこういろいろとこう見て、どうかな、もうかっこいい部分はかっこいいんだよね、かっこいいですね、かっこいい部分はかっこいいんだよ、かっこいい。リアウィングが、リアウィングでかいな、でかいな、結構大きいです。このフラップのね、幅はね、まあ、この中に入ってなきゃいけないはずだから、はい、収まってるはず、ちょっとこっから見るからこれがちょっとね、行ってそうですけど、日本国内の規制を通すには、はい、いろいろとね、まあ、翼端板がどういう形になってなきゃいけないとかっていうルールがあって、本当にこれで出るのかどうかちょっと分かりませんけどね。でこのフラップが、はい、アクチュエーターでパカ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 と動くというね形になっているようです。すごい。はい、前から見た姿もだいぶいかついな、いかついですね、まあ、エレガントさのある GT3 であってほしいなと思いますけど、はい、今回はですね、私もポルシェ GT3 大好きなんでね、はい、新しいのが出たということで、買っちゃいましょうかね。いくらでしたっけ、3134万円、はい、まあ、3000万円台っていうのはなんかもう当たり前になってるんで、ただ乗ってみたいな。でもサーキットで乗んないと足回り硬いし、ロールバー入っちゃってるんでガッチリだし、一番はここのラゲッジルームがないってそんなこと嘆いて GT3RS 買うなよみたいな形ですけど、でもね、おととい走りといい、全てはこうスポーツカーに憧れる人のですね、はい、憧れの車両ですよ。私も憧れております。そんなところね、今日はユミさんにね、よくこの長い、ニュースを読んでいただきましたね。はい、はい、まとめてちょっと言ってください。最後に。はい。はい、本日は、新型911GT3RS の予約受注を8月18日から開始するニュースでした。以上、MSTV ニュースでした。それでは、さよなら。なんか最後に締まりがないけど、いつも今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター、そして番組制作スタッフも募集しております。また MSTV 制作委員会のご参加、そして応援もよろしくお願いいたします。詳しくは詳細欄をご確認ください。